着バスです。今私は、ハーレム地区125丁目に来ております。でね、本日はここからアポロシアターにね見に行きたいなと思って、ここに来ているんですけども、当チャンネルでもですねハーレムっていうのは紹介したことないんですよね。というのもハーレムっていうのは、基本的にはちょっと危ないですよみたいな話を結構聞いたことあると思うんですけども、私もね友人からアメリカ人の友人からハーレムはね極力近づかない方がいいよって言われたこともありますし、夜はね絶対近づいちゃいけませんって、ね、近づいたらダメだよって言われて、なんでって聞いたら、ハーレムはそういう街だからっていう、すごい曖昧な注意を受けたんですけども、まあでもアメリカ人の友人も、個人的見解でもちろん心配して言ってくれてると思うんですけども、夜のハーレムはね絶対近づかない方がいいです。でもしねこのアポロシアターに行きたいっていう方はぜひね、私今朝の9時くらいなんですけども、朝の時間帯にね行かれることをお勧めします。で、私は1人なんですけども、できれば複数に、あとコロジには入らないってことだけね注意して行っていただきたいなと思います。それではね行ってみたいと思います。初めて来た、初めて降り立ったんですけど、この125丁目という場所で、正直そこまでなんかもっと怖いイメージだったんですけど、そんなにですね恐ろしいっていう感じは今のところしないですね。ただのなんでしたっけ、 JFK 空港に行く途中の感じの空気が似てます。クイーンズにちょっと似てるかもしれないですね、この気味に。でもやっぱり昼間っていうこともあってね、だいぶ緊張感は緩いでますけども、やはりちょっとマンハッタンとはね雰囲気はだいぶ違うんで、ちょっと怖い部分もあります。正直私が今まで来た感じからす、その見てきた雰囲気からすると全然大丈夫です。ちょっと緊張感は、お子様連れの人は歩いてたり、犬の散歩とかしてる人も多いんでね、ちょっと取り越し苦労だった感じもしますね。夜になると雰囲気は一気に変わるんでしょうね。良かったです。ニューヨークの知らない土地って本当に、私が小心者っていうのもあるんですけども、地下鉄に乗ってる間はいいんですけどね、地下鉄に降りて街に降りた瞬間にやっぱり雰囲気が違うと一気に恐怖が来ますよね。いや私なんかは初めてニューヨークに来た時とか本当にすごい悲惨な目にあって、タクシーで400ドルぐらいぼったくられてっていう経験もあってですね、とにかく怖かったんですよね。でも今こうやって歩いてる感じだと本当にちょっと雰囲気が違いますけど全然大丈夫ですね。
で、アポロシアターなんですけども、まあ、皆さん名前ぐらいはね、聞いたことあると思うんですけども、アメリカでも、ね、著名人の方がたくさん出演された劇場になってまして、まあ、ジェームス・ブラウン、ジャクソン・ファイブ、もう今じゃスーパースターの人たちがね、そこに出て、まあ、登竜門みたいな感じだったみたいですね。で、日本人の方もね、結構出てまして、和田アキ子さんとか、清水翔太さんとか、坂本龍一さんとか、日本でもね、結構有名な人がそこで公演をしています。まあ、そこがやはり有名な場所っていうこともあって、日本人の方もねそこでやるのが、なんていうんですかね、証しといってはあれなんですけど、そんな感じなんでしょうね。正直ですね、ニューヨークのマンハッタンからしても、このハーレムっていうのは結構遠いんでね、やっぱりそれだけそこで公演するってのはね、価値があることなんでしょうね。で、ちょこちょこニューヨークに何回か、まあ、何十回かまた来てるんですけども、ちょこちょこ聞かれるんですけど、怖い思いしたことありませんかって結構聞かれるんですよね。まあやはりこれからニューヨーク行かれようという方は一番気になりますよね。私の答えとしては、ないわけはないですね。ないわけはない。まあ、私はタクシーでぼったくられたってことも言いましたけども、まあ、それも非常に怖い思いでしたし、全然知らないところで降ろされたんで、そこからね、本当に死に物狂いで、帰ったんですけども、そういう意味では怖い。それ以外にね、なんか絡まれたりとか、そういうことがあるかっていうと、まあ、路地でね、血だらけに殴られている人がいたのも見たことありますし、電車の中で絡まれている人を見たこともあります。まあ、そういう意味では、まあ、怖いものしたことないかというと、したことないわけじゃないって感じですね。まあ本当に個人的見解なんですけども、こればっかりは運なんで、どのタイミングでどの人にどうやって会うかって分かんないじゃないですか。だからね、海外旅行には必ずつきものですよね。旅行者っていうのは基本的に、なんていうんですかね、助けを求めれる場所が少ないですからね。まあ、2回目以降、3回目以降で、まあ、そんなもんですかね。怖い思いしたっていうね。まあ、でもそれを恐れてるとですね、海外旅行は行けないので、まあ、私の持論ですけど、昨年 SFC 修行できた時だったかな。その1個前ですね、一昨年ニューヨーク来た時ですね、ちょうどワールドトレードセンターの辺で、いたんですけども、ちょうどその日にワールドトレードセンターの近くで本当のテロが起きましたから、日本でも結構ニュースになりましたね。スクールバスかなんかが突っ込んだかなんかのテロだったんですけども、でその人が銃を撃って、で射殺されてみたいな事件ありました。まあ、本当に私近くにいて銃声聞こえたんで、巻き込まれなくてよかったなと思いますけども、まあ、それもね、運ですよね。その日その場所にそこにいるって、私としては
テロに恐れてたから海外旅行は行けないと思ってますから、まあ、もちろん会いたくはないですけどね。今ちょうど駅から歩いて来てますけども、もうそろそろ見えてくるはずですね。もうちょっとですね、あと数ブロック。あのちっちゃん、まあ、あの最寄りの駅はね出しておきますけども、私はね一番ホテルから近い電車で行ったので、本来ね見えますか、反対側に地下鉄の駅ありますね。ここが一番の最寄り駅です。私は1個離れた場所となってますね。まあね、アポロシアターを見たいだけでしたらやはり最寄り駅から来た方がいいと思いますね。あそこにありますね、125丁目。で、私が降りた駅と名前一緒なんですけども、線路が違うっぽいですね。見えてきましたね、アポロシアター。ちょっとね、通行人の方が結構いるんで、もうちょっと待ってください。はい、いいかな、見えますか、アポロシアターが見えてきました。あそこは伝説の劇場と言われている、個人的見解です、アポロシアターです。いやー、私ニューヨークもう10回以上来てるんですけども、初めて来ましたね。いやー、これは嬉しい。まあ、中内覧とか多分できないと思うんですけども、ちょっと反対側から見たいなと思います。いやー、あれがアポロシアターか。アポロって書いてありますね。アポロシアターも、まあ、言うまでもなく確実に観光雑誌にも載ってます。いやー、いいですね。はい、反対側に来ました。どうです、これがアポロシアターです。いやー、いいですね。やっと来られました。いやー、来てみた感想なんですけども、全然大丈夫ですね。全然大丈夫、人も多いですし、いや、もっとね黒人の方ばっかりかと思ってたんですけど、全然そんなことないですね。So I've never been there physically, but musically. And my name, my date is Lock Fingers Lock. So I'll be quick, sir. I'm out of your house. I'll be quick.
入り口に来ました。こんな感じとなってます。アポロって書いてありますね。これはかっこいい。それで建物の前に来ました。どうする、映ってますかね、アポロシアター。いやー、来れてよかったですね。本当に率直な感想、全然大丈夫ですね。昼間だったらそんなにマンハッタンと雰囲気は変わらないです。僕に見えてますかね、 CD の手売りをしているブルーのシャツの黒人の人、気をつけましょう。タイムズスクエアとかね、最近私会わなくなったんですけど、久しぶりに会いましたね。で、あら、何をしてるかというと、私がタイムズスクエアで会った時は名前を教えろって急に言ってきて、名前を言うと CD に名前書かれるんですよね。で、名前書いたんだからもう金払えって言ってくるんですよね。あれもぼったくりです。気をつけましょう。まあ一概にはそう言えないのかもしれないですけど、まあね、基本的にニューヨークで声かけてくる人は何かね、企みを持ってると思ってる方が無難です。私はいつもタイムズスクエアでそれを一回経験してて、結局お金は払わなかったんですけど、それでもね、なんか嫌な気分になりますよね。で、最後なんかね、汚い系の言葉を言ってるような感じで吐き捨てられるっていうね、気分も最悪になりますんで、気をつけておきましょう。いやー、アポロシアター来れてよかったですね。で、最後に遠目から、アポロシアターよかったです。で、最後ね、最寄り駅まで行ってこの動画ね、終わりたいと思います。私が来たね駅よりもう一個近い駅が、ね、ありますので、そちらに乗ってね、マンハッタンの方に戻りたいと思います。これからね、ニューヨーク来られる方で、アポロシアター行ってみたいなと思う方もね、いると思うので、よかったらこの動画を参考にしてもらって、やはり降り立った場所の雰囲気がね、分かるっていうのはいいんじゃないかなと思います。私がね、ニューヨーク行くにあたって、一番知りたかったのは、降り立った先のね、雰囲気ですよね。雰囲気がわからないとなかなかね、足が踏み出すのはね、ちょっと奥になりますよね。私はそうなんですよ。で、一応観光雑誌にね、ハーレムでは人にカメラを向けないようにって言ってね、一応聞いたことがありますんで、ちょっとね、私もできるだけこの醜い私の顔をね、映すようにしておりますけど、駅着きました。125丁目 ACDD バスですね。ここは一応最寄り駅になって、ここからね、出てきて、向こうのポップアイっていうお店を右折していくと、もう着きます。まあ、今回ね、こんな感じで動画を終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。